皆さん、こんにちは、こんばんは。武田総理です。今日も一緒に美しい文字を書いていきましょう。今日のテーマは月、ムーンですね。月はね、とっても難しいんですよ。画数が少なくてバランスが崩れやすい字だったりするんですね。それに月はいろんな漢字の一部に使われますよね。肉付きとかね、いろんなところにも使われますので、この漢字を覚えればいろんな文字も上達できるということですね。ぜひね、まだチャンネル登録がお済みでない方、チャンネル登録をしていただいてから次からの動画もご覧くださいね。月を解説していきましょう。まずはダメなパターンですね。やはりね、ダメなパターンから覚えた方がいいですね。もうこの画数の少ない文字はむしろもうこれだけでいいぐらいですね。さあ、これ見てみてください。横線と横線の間を見ると、こことこことここが同じぐらいの広さ、まあ、要するに下がちょっと狭いんですよね。こうすると足が短く見えてしまうんですよ。皆さん、腰パンって覚えてます？今の若い子がね、腰パンしてるかわからないんだけど、私が若い時はね、こういう風にベルトの位置がすっごい下がって、お尻見えるぐらい下げて、まあ、足短く見えてたんですよ。私はそれにしか見えないんですね。やっぱりウエストは上の方にね、詰めて、まあ、ここは均等でいいんですが、ここはね、やっぱ広めにするって皆さん覚えておきましょう。さあ、2つ目ですね、こちら。横線がこういう風に長くなってしまうとちょっと太ってしまうんですよね。月はちょっとやっぱ縦長の方がスマートでおしゃれですね。まあ、横線をやはりこれ短くするっていうことですね。で、左払いの一画目、結構丸くしてしまうタイプの方いらっしゃるんですが、これやってしまうとね、なんか字かっこ悪いんですよね。月の一画目って意外とまっすぐ目なんですね。まあ、この辺りね、ポイントを押さえながらペン字でまず解説していきます。さあ、今日も双葉書道会のマス目押しを使ってね、ペン字でまずは解説していきましょう。月はね、ここのグリっていうのがすっごい大事なんですよ。ここね、グリがないとちょっとね、パソコンのフォントっぽくなるかな。で、2画目こうやって開けるんですよね。で、まっすぐ書く。で、この時にややここは下げる。これ結構大事ですね。同じぐらいの長さじゃなくて、ちょっと下がるぐらい。でね、私のおすすめはやっぱり大人向けの美文字のチャンネルなんでね、こことここの間を開けることがね、結構おすすめですね。こういったところを開けてあげると大人の余裕を感じさせますよね。さあ、もう一度おさらいしながら書いていきましょうか。月ね、グリッと入れて、ここはね、スカスカに開けます。で、少し一画目よりは長い程度でね、ここね、ちょんちょんって書くとおしゃれですよね。さあ、行書も書いていきます。まあ、月はそんな行書らしくはできないんですが、これ曲がり角がね、丸くなるといいです。でね、いろんな行書があるんですが、私おすすめこれ。なんかプロっぽいですよね。これ覚えましょう。ここちょっと右にずれてまっすぐで、こう短い。これするとね、すごい楽なんですよね。まあ、これがより崩れると、こういうふうにつなげることができますよね。でね、これポイントがちょっと右に寄せる方がかっこいいかな。こういうふうに真ん中に書いちゃうとちょっとね、かっこよくないね。ちょっと右に寄せたぐらいの方がスマートになりやすいですかね。さあ、続いて筆ペンです。さあ、筆ペンで月。まあ、筆ペンで書くときやっぱり太さとかが重要なんですが、一画目はね、筆ペンを垂直に突き立てるようにして、しっかりね、グリッと当てます。で、最初作って細くなって、ここでちょっと太くなって優しく払う。バサッと払わないようにしてくださいね。で、横線はね、スマートなんですよね。で、点接、まあ、曲がり角は小さく入れて、ここね、あんまり太くしない。ポイントはね、1画目よりも2画目の方がね、太くしすぎないことなんですよね。まあ、皆さんがね、ちっちゃい時に習ってたので、こういうイメージあるでしょう。まあ、これでも別に悪くないんだけど、ちょっと重たいですよね。まあ、大人っぽく書くには、左太く、右細くがね、基本なんですよ。で、この横線もね、やっぱ短くしたいんですよね。すごいスマートになりますよね。さあ、月。でね、これね、ポイントがあって、さっきペン字でも説明したんだけど、ここのニョロニョロするところ、つながるだけの線は細く、でここ太くします。でちょっと細くして、こう短くピンって優しく跳ねてください。こうすると綺麗ですよね。さあ、大筆です。さあ、皆さん、左払いは肘をこういうふうに開いて、筆の向きがね、できるだけ穂先が十字の方向を保たせるようにして、こういうふうにね、肘を前に張り出すようにして書いて、左に開いていく筆の左側面をこっちに向けるんですよ。わかるかな？左払いってこれ良くない書き方なんだけど、こっちに向いちゃうと筆ってこうバサバサになっちゃうでしょ。これ、ね、筆ペンもね、似たような感じなんですよね。こうやって払ってしまうと筆先ってバサバサになっちゃうんで、しっかりね、筆は垂直のままちょっとひねっていただいて、筆の左側面をこっちに向ける。ほら、そうすると
払い先まで書けるでしょ。払うっていうより払わずに細くなっていく線を書くイメージなんですよ、うん、でね、これね羽も同じなんですね。羽もこう書いて羽先までしっかり跳ねずに書く。これすごい大事。やっぱりね、跳ねない払わない、こうするとねバサバサになって雑な印象ありますよね。まあ、皆さんもしよかったら左払いと跳ねの動画もこのチャンネルの中にありますのでね、ぜひご覧くださいね。さあ楷書もう一回書き直しましょう。さあまずは楷書ですね。こうやって払い先までしっかり書く。真面目な書体ですからね、楷書はあんまり横線は長くしない。これね、無駄に太くしすぎないのが大人の字かな。羽もね、無駄に長くしすぎずにスマートに最後までしっかり跳ねてください。で、横線はねスマートに書きましょう。隠さずにね、止めとかね、こういうとこも隠さずに見せちゃいましょう、うん、じゃあ行書書きますね。行書は筆の向きね、ちょっと逆向いていいんですよね。これがね、楷書と行書のまず違いなんですよ。さっきと違って筆の向き十字のままじゃなくて上向きましたよね。で、ここの曲がり角もこうやって細くなって筆ぐるっと回るんですよね。全然違いますよね。うん、ちょっと丸みが出ます。で、羽みたいにして書いて、ここで筆が元に戻る。で、細くなって右に行ってピンっていく、うん、これがね、楷書と行書の違いですね。さあ、ここまでがお遊びタイムじゃなくて、ここまでが真面目なね、美文字タイムでしたが、次からはお遊びタイムです。ちょっとね、月をおしゃれな感じにしてみましょうか。ちょっとね、右の方にスライドして、私がいつもやるんですけど、魔法のふりかけつって、ちょっとやりすぎたなんか雰囲気がありますよね。こんな感じでこう余白とか線筆とかで遊んで書くこともできます。さあ続いて、さあ今日もね、私が愛用しているボロボロの書体辞典を使って月を検索していきましょう。なんと2ページにわたってこんなにも数があります。まあこの辺りのね、昔の文字を見ていただくと分かるんですがね、三日月の形から月が成り立ったことが分かりますよね。これをいっぱい見ると月の正解は一つじゃないってことをお分かりいただけますでしょうか。まあ、先ほどね、美文字ゾーンで言ってたんですけど、あれはあくまでも、美しい文字のパターンの一つにしか過ぎなくて、美しい文字って何個もあるんですよね。まずはでも最初に一つ覚えていただいて、まあ、時期にいろんな文字を覚えるっていうのもありかもしれません。まあ、せっかくだったらこの可愛らしいね、このね、月の象形文字みたいなのをオマージュして書いてみましょう。さあ書いていきましょう。ちょっとね、夜空をイメージしようかな。線筆とかも使ってちょっとかすれを使っていきましょう、ちょっとデザインチックにしようかな。これ本当はやっちゃいけないんだけど、お遊びだからねなんかいいですね、月、なんか夜空を連想させるような書き方とかもあります。さあ続いて、今日はね、この小筆のここ使いましょうか。紐なんかね、儚げな月を表現しています。遊びなんで何やってもいいんですよ皆さん。あ、ちょっと雰囲気が出るかもしれない、なんかこう雲に隠れている月みたいな感じが表現できるかもしれないですね、まあ、こういう月の表現の仕方でもありですね。まあ皆さん何もね、別に筆で描けっていうわけじゃないですからね、何でもありの、これはアートですからね、いろんな形で書道を楽しんでみてください。はい、今回は以上です。ありがとうございました。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。月のようにやはりこう足をいかに長く見せつけるかっていう考え方はとっても大切な要素なんですね。私よくあの腰パン理論って呼んでるんですが、やはりね、この横線、月の2画目3画目をなんかベルトの位置だと例えて、まあ、それが下に下がると月の足が短く見えてしまいますよっていうような説もよくするんですが、これはね、月だけに限る話ではないんですよね。いろんな文字でも使える要素だったりするので、まあ、要するに文字っていうのはいろんな文字をたくさん勉強するより1文字に絞ってじっくり勉強した方がいろんな文字が上達できるんで、そっちの方がね、効率がいいんですよね。まあ、そのためにこのチャンネルを作ってるんですよね。毎日19時にこれだけね、1文字の漢字を10分以上かけてね、じっくり解説していますからね。まあ、それにあの月という漢字はあのなんかやっぱ月というイメージがあるじゃないですか。モチーフにもしやすいし、だからこうアートにもね、使いやすいんですよね。まあ、例えば月をこう、まあ、三ヶ月、三日月の形をモチーフにした漢字なんで、まあ、可愛くにもなりやすいんですよね。まあ、今日もね、いろんな創作アートやりましたけれども、
結構いろんなインテリア書道とかにも使われる字だったりするんで、結構いい字だったりしますよね、うん、ぜひね皆さん、このチャンネルでは2000文字の常用漢字を大筆筆ペン伝字、そして楷書行書アート、さまざまなパターンで毎日解説しています。まだねチャンネル登録を済みでない方はぜひチャンネル登録をしていただいて、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。それでは何卒これからもよろしくお願いいたします。バイバイ。